さあ、えー、本日のアンケートですね。あなたの自宅や職場、海抜何メートルか把握してますか。はい、三点一一以降ね、この海抜っていうのをよくね。耳にしたり目にしたりしますけれどもね、はい。えはい、把握してますよ。うちはね、何メートルだよ。結構低いよ、高いよ。はい。B.、あ、おーおー、言われたらわからんな。もし万が一津波が来たら、うちどうなるんだろう。つってはい。B. がいいえ。 えー、メールで参加する方は h i p ア o トマークア c o j p ドットシーオードットジェイピーエイチ電話がですね、レイ九八。八六九の八六四レイ。ファックスがレイ九八。八六九の二二レ二となっておりますので。 えー、今日もですねいつものように1時までは A と b のパーセントがこんななるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッコはしてからに送ってください見事ぴったしカン,カンの方にはお米券をプレゼントしておりますのでティーサーツに参加する全ての皆さんは住所本名電話番号、はい、そして郵便番号をタッコはしてからに張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよ はい梅子ちゃんどうもありがとうございましたはいありがとうございます今日のアンケートなんですけど、はい、あなたの自宅や職場海抜何メートルか把握してますかっていうアンケートですよいや海抜実際に細かく何メートルっていうことは把握してないですねあそうはいあっちこっちで離れてたりするよね 最近よく見ない?ですね。よく見ますね。いうで結構赤色とか黄色とかで危険度を示してたりとかも見るんですけど。はいはい、実際に自分が住んでるところはわからないですね。なんとなくでいいので。はい。高い方ですか低い方ですか?。低い方です。あ、そう。はい、そこまで。今会社はもう本当に海の目の前で、だいぶ低いんですけど。はい、自宅に関しては、うん、すぐ海の近くっていうわけではないので、うん、まあ逃げる。 うん、そうですね。低いけれど、うん、海の近くではないっていうようなところです。なるほど。はいうん。こんなのでも一応頭に入れといた方がいいかもしれないですね。そうですね。実際あの一月の中旬頃に。 津波警報というか出ていた時があったじゃないですか、はいはい、あの時にすごく怖くて、うんあの、ずっとテレビとラジオつけてもう情報、最新の情報を入れようと思って見てるんですけど、うん、やっぱり私の家の近くに住んでいる人たちもベランダに出て、うん、みんながどういう動きをしているのかなっていうのをすごく気になってるのか、うんはい、みんな見てましたね。 もう3.11こう防災に関するね、はい、意識を高めようというのがね、はい、盛んに言われてますけれども、はい、まあもちろん前と比べたら高まってる方だと思うんですがやっぱり日々人間や,やろうやさと思いながら後回しにしたりもするからね。はいそううですよねやっぱり実際にこう起きて 自分が少し怖い思いをしたときに、それをより実感するといいますか、うん、私もそこまで実際に何かをしていたかって言われると、この防災に対して何か対策をしていたかって言われると、うん、それまで意識して取り組んでたことはなかったんですけど、うん、1>, 1月に実際にこの沖縄にも津波が来るかもしれないっていう状況になったときにあ、何もしてない自分にびっくりして、そうすね、不安になりましたね。 僕まあラジオキンもそうですけど、あの自宅もですね、近いんですよ。あ海に。海から近いんですよ。はい。まあ住んでるところ四階なんですけど、はい。むちゃくちゃ近いんで、はい。ちょっと怖いっすね。そうですよね。海抜今俺住んでるところね、はい。十以下です多分。え？十メートル以下です。はい。いや。三。 二三メートルじゃないかな、うん、もしかしたら。そうなんですね。憧れますけどね、はい、海の近くって。まあまあね、景色はいいですけど、何、うん、かあった時は非常にあれだなと。うん、まずいなと思う。うんうん 感じですね、はい、やっぱりこういう時はもう避難経路というか、あの高台はもう必ず自分のお家の近くの高台は見つけておいて、うん、そこに逃げようっていうのは決めていた方がいいかもしれないですね。万が一、そういう場面に出くわしたら、どうですか、はい、冷静に行動できそうですかいや私もこの間のこの1月の経験上、本当にすごくパニックになったんですよ。うん、あら もう高台に逃げようってもう車に乗り込もうかなっていうぐらい怖かったのでなのでうん冷静ではいられないだろうなって思いますじゃあやっぱりなおさら日頃のね、はい、準備が大事かもしれないです、ね、そうですすねねそう食料だけはとにかく備蓄をしていて今は、うん、はいもうあの賞味期限が少し長いもの 1>,、うんはい、1年以上のものはずっと家にあるようにしてます。なるほどはいね<え>うん 今食料で思い出したんですけど。<laughs> はい。<laughs> もう三月も三分の一終わりますよ。いやそうなんですよ。あっという間ですね。いかがですか。進捗状況は。進捗状況は、うん、まあ筋トレは続いてはいるんですが、うん、あのー、明らかな数字とかっていうところではまだあの実感はありません。<laughs> 政治家みたいな言い方するよね。<laughs> 明らかな数字としてはは実感はありません <laughs>、はい、でも体的にはあの、はい、起きやすくなったりとか朝の目覚めが気持ちよくなったりとかああそ,うそういったところでは実感あるんですけどそこまであの体型とか数字としては出てないですね。う 確かあれって言ってましたっけ現在過去最高記録を更新中みたいなことでしたっけそうなんですいや僕ね何回か別に普通に会社の中で会うじゃないですかはいはいそんな風には見えないんですけどねイープンさん優しいですね本当に優しいですよまあそれ自分の中ではね基準はあるんでしょうけど言うほど別にあれかなと思うんですけどいや結構言われますよ入社の時はもっとスラッとしてたのにとかありましたからね <laughs> あ,あそうはい、ね、しょっちゅう見てる人わかんのかなじゃあ,あそうだと思います身近でもしかするとずっと見てる人はなんとなくあなんか今日もポチャっとしてきてるなっていうのあったのかもしれないですね <laughs> 今日もポチャっとして,きてる <laughs> 日々日々な日々あそう <laughs>、うん、はいでも今はもう維持というかもうだんだんあの増えることはなくなってるのでまあでも多分ですけど、はいはい、ねもう言う通りねうん、うん 何ヶ月も前かから言ってるじゃないですか、はい、それでもちゃんとなんていうのかなケツに火がつかないっていうことは <laughs> 意外と別にこれでもいけるんじゃないかなって思ってるってことですよね <laughs> <ー>多分ね。いやそれがですね昨日美容院に行ったんですね、はい、久しぶりに髪を少し切ってもらってカットしてもらって整えてもらったんですけど、ええ、あの美容院に行く時ってこの髪 髪の毛が落ちないようにかぶせたりするじゃないですか肩の方うにでえカラーもやったので内側に小さいこうなんていうんですかエリザベスなんとかっていう絵みたいな小さいものを巻いたんですけどその時にあの肩幅がだいぶ大きくなったなと。 実感しました。自分で。はい、このドレープが少し浮いてるんですよ。<っ>今まで下にべって垂れ下がってたのに。<laughs> ちょっと上にぷって浮いてて。うわ、私ちょっと肩幅意識してなかったけど、ちょっと大きくなってるなって思いました。あ、そう。はい。で。どうするんですか。で。今は筋トレ中です。なるほど。はい。わかりました。<laughs> いや、多分、はい。まだ。なん、そんなに。自分で。 うん、危機的な状況って思ってないんだろうなって僕は見てますけどまあそうですねで僕も見ても別にそんな危機的な状況って感じな,感じなかったんで <laughs> ありがとうございますはい、はい、現状でいくでしょうねそういや頑張りますあのちょっと目標ができそうなので、うん、頑張って4 0キロ台にっていう目標を頑張ります、うん、できそうなのではい 何ヶ月も前から言ってたのに、<laughs> 今なや。より明確な目標が。はい。わかりました。はい。<はい S 1> ありがとうございました。失礼します。はい。やっぱ決めてなかったんだな、目標 <laughs>。お昼のニュースは報道部ニュースセンターから、東名真紀子アナウンサーでした。<はい S 1> さあ、じゃあアンケートですね、<laughs> あなたの自宅や職場、海抜何メートルか把握してますか。A. が、はい、B. が、いいえ。あのね。 海抜沖縄って入れたら地図が出るんですよ。えい別に分けられていてラジオ沖縄5メートル以下ですねはい僕が住んでるところも思いっきり5メートル以下でした割と低いしかも海が近いっていうことですねはいいきましょう一発目拙者のラジオネームは三代目列風隊浦添支部っすこんにちはアンケート B 真平のおじきすいません海抜きって読むんですが すみません、なんていうもんですか。ひらがなが振られてないんで、本当にすみません。順にやめまぬ、あ、学校長が。<laughs> <laughs> 海抜きって何んね。逆に逆に聞きたいよ。なん、ね、海抜きって。<laughs> 海抜。えっとね、海からの高さですよね。確かね。はい、海から何メートルの高さにあるかっていうことですよ。やが海抜きに。こっちの方が読みにくいよや。 どちらが難しいよ冷やみ勝ち東北ルパン買した藤子ちゃんなのだこんにちはアンケートをいいえ知らないですどんなって調べるんですかそして何メートルぐらいだと安心なんですかえ何メートルだと危険なんですか全くわからないので今日は聞いて勉強したいと思います聞いててよかったティーサージ、はい、お住まいの市町村の防災マップまあ、ハザードマップと言われてるやつを検索してみてくださいまあ、那覇市とか沖縄市とか入れてほんで防災とか ハザードマップとか入れれば多分出るんじゃないですかねで避難所の情報も載っていますと。何かあった時にはこちらに避難してくださいと。はい、で現物紙のやつは役所でももらえるということですのでいや私はネットはという方は役所に行けば紙でもらえると。であの赤い看板 5m とか黄色い看板1 5メートル海抜表示で漢字で津波ローマ字でも津波って書いてあるやつで青いのが2 5メートルという海抜表示図。 っていうのが電信柱でしたっけ？貼られての？建物とかにも貼られてるのか貼られてる場合があるので、まあ、これを見るとこれは海面から5メートルなんだなということなんですね。あの、何メートルだと安心なんですか？っていうことなんですけど、これ何メートルの津波が来るか、でも全然違うと思うんですよ。僕はあの被災地に行った時にまず空港にですね。水のカーターがついてるんですよ。宮城県の。 ここまで来ててたよって水の肩がまだ残っててああ全然ですよ2 k 以上じゃなかったから見上げる感じだったんでうわこんなに来たのっていうだから5メートルとかは全然あれですねやばいですね多分うーんはいぜひ調べてみてくださいじゃあコマーシャルです 本日のアンケートあなたの自宅や職場は海抜何メートルか把握していますか A が「はい」B がい「いえ僕がさっき見てたやつはあれ県のかな沖縄県のなんですかね地域別にねブロック分けされてでそこまた何番の地図ってクリックするとバッと大きくなって見れるんですけどまあ今ラジオ沖縄のこの近辺見てるんですがラジオ沖縄が載ってないんですよねはあし <laughs> これ有識問題じゃないですかこれちょっと県庁の皆さん 大事な施設ですよラジオ機能ちょっと何で乗ってないのかな専門学校とかしんどってるけどなはいラジオネームタッチヒロシさんはいこんにちはヒープさんご苦労様ですアンケートの回答は 2m のえ低いな自宅は高台だけど職場は海の近く津波が来たらどこに逃げるかを家族で打ち合わせしているよ奇跡の一本松のそばの壊れた建物を見るとやっぱり胸が痛いよね ドラマで時藤三郎さんが奥さんの骨を探すシーンがあったけど実際に今でも探してるんだよね211人だったかなまだ行方を埋める方がいらっしゃると思うんですよ11年経ってるんですよまだ探している方がいらっしゃるんですよね本当に大変もううんはいありがとうございます見つかったよっていうニュースもたまにですけどねあったりしますけどねなかなか見つからないですね こんにちはムーネーですこんにちはアンケートの答え分かるようの絵1 0 0メートルぐらいですえ海抜あんな高いのあなんで分かるかって沖縄マラソンのコースの工程を新聞に載ってるさして沖縄マラソンよく出てたから覚えてるよバッターヤーは風な基地のゲート出てからずーっと登ってもう少しで登りが終わる地点ヒ舞さんマラソン出てる人分かるかもよはいこれで今は分かります 映画出ますったや。あの。ずっと登って、もう少しで登りが終わる地点前が降り。<laughs> まあ、走ったいとわかるのかな。基地のゲート出るの、どこでしたっけ、北谷。北谷か。あっちが出て、どこ登ってんの。<laughs> ね。山内あたりか、山内あたりか、山内って書けばいいのに。<laughs> 出てから、ずっと登ったところに。 <laughs> はいありがとうございます沖縄人悪い癖だよあ,あ,あのよまっすぐ行ってかよあれの向かいやすさって言うんですよね <laughs> <laughs> 行く手前って言うからね十字路行く手前にいかんと十字路わからんもんや <laughs> 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 愛するヒープさん皆様こんちんこ毎日特名スーパードエム戦隊ドエムレッドですいいですねはいこんにちは してアアンンケーートのアンサー A 我が家の周辺は海抜1 0ルだけどすぐ近くに川がある」「長い大雨かける満潮でかんなじ氾濫する川が」ああ「あマジかちょっと危ないな」じゃあ今日は3.11だねもしさ津波警報とか出たらさ川挟んで向こう側にある小学校過去今を四男が通うに迎えに行っていいのかなって。 東日本大震災時からずっと考えてシミュレーションしたりしてるよ答えは出ないんだけどうち周辺よりは高い場所だからさまずは自分の避難かなともうはいスーパードエムセンタードエムレッドさんありがとうございますねあの時言われたのはまずは自分の民謡の安全を確保するということがねやっぱりよく言われるんですよただやっぱり親としてはね 川端向こうに自分のアラバーがいるってなったらやっぱどうしても行きたくなるという気持ちになるでしょうねうーんはいチュラですこんにちはこんにちはアンサー A うちの海抜表示は1 8メートルの黄色ですおちょっと高いかな今は小学校に入学して最初に避難訓練で海抜表示の説明も教わるようでへえ学校で、はああ 娘が行く先々の海抜標示を見つけては、ここは安心だねとか、ここで地震が起こったらどこに避難するのかなとか話題に出したりもしますね。自分の身にも起こりうることとして幼いながらに防災意識を持っていて、親から見ても感心しますよ。ではでひぶさん、本日も時間まで頑張ってください。すごいな。はい、ちゅらさんありがとうございます。うん、いや,いやこれはとてもいいことだと思いますよ。ちっちゃい頃からね。してあのー。 子供たちの方が素直だから頭にもよく入ってるし、お母さんここ黄色だよね難民取るだねっていうのは子供たちの方が逆に注意して見てたりするんですよね。そう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 真面目だから。うんいやいいと思います本当に。あのー、こういう普段から癖ついてることが突っさの時に役立つからね。そうそうそういや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 俺大人でもテンパったらだ植え高や前高やって絶対なるんですよね。 はいじゃあコマーシャルですはいウーパールーパーさんヒープこんにちはこんにちはアンサー A、えー、そして津波がつ来たらどこへ逃げるかちゃんと決めているよこないだ夜間に沖縄も津波が来るかもの時に息子の自宅は「美、えー、浜沖から津波が来たらヤバいなと思って嫁に連絡したら北丹の高台に車で行っていた出張中の息子からの指示だったみたい来なかったけどホッとしたよはい うぱるぱさんありがとうございますこれは3.11の時もそうだったんですけどあの津波警報出たと津波警報って出ても今まで何か何十センチとかねちょっと港のあれが上がったぐらいで大丈夫やさにって思ったりとか結構いたみたいなんですよそしたらあんな大きいのが来たんでだから出て何ともなかったねとかな何十センチだったねで全然いいわけですよ避難した後に。 避難人って損は絶対しないと思うんではいもうなんか油断しない方がいいですねあ時沖縄の時もそうだったよね何十センチとか言われてたけどみんな結構避難されてた方がいてねやっぱりあの時の教訓でしょうね、うん、こんにちはマッツンですこんにちはアンサー B んちゃんちゃって懐かしいそうだみたいなことねアンチャとか言いますけどね <laughs> 知ら 違う違う違うあられちゃんのんゃじゃじゃねあれ挨拶さ挨拶じゃねいこれそういえばみたいなことゃ確かに <laughs> 言われてみれば海別何名かかわらないです1月トンガの地底噴火による津波が遠く離れた沖縄でも観測されたニュースがあったと思いますがえその日たまたま離島遠征をしていた釣り友達が言うには急に大潮の干潮みたいに目の前の海が浅くなったかと思ったら1時間後には潮が逆流して 一気に2メーターぐらい潮位が上が上っっってきててき恐怖だったと言ってました。と言まし釣りが趣味なだけに今後も地震速報や台風での高波などしっかり危機管理を持とうと思いますうわーこれめっちゃ怖いやつだめっちゃ怖いやつこれ遠征っつったらね岩の海に船で行って船で降ろしてもらって翌日の朝やーとかって迎えに来てもらうんですよ。 この岩より高いの来たらもう終わりっすよわーこれ死に怖いいえ二メーター長上がったらデイジロウやうわ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 一回ひ引いた時の恐怖や怖い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 すぐ逃げた方がいいっすよ皆様こんにちは暖かいのか寒いのか言うわからんわ父横文字和ですこんにちは今日のアンサーは A ですわ 我が家のある地区は那覇でも高台の方自宅から一番近いコンビニの入り口にここは海抜8 8ルっていうポスターが貼られているのね結構高いしね我が家はそのコンビニからさらに緩い坂を2つ登ったところにあるからおおよそ海抜1 0 0ル前後っていうところだと思うのね逆に我が職場は港が近い58沿いで海抜3から5メー,ターぐらい津波が来たら危険が危ないなので毎年 津波防災避難訓練があるわけ上司があの震災を経験している方でへえ<ー>訓練の大切さを身をもって感じているらしくきっちりやるの高台の公園まで黙ってエッサホイサと走らされております遡るのおばちゃんにはきついわでもねいざとなったら動けんかもだからシミュレーション大事よねでは時間まで千葉的美総領隊いやこれは素晴らしいことだと思いますまさに経験している方 説得力あるじゃないですか、えー、そうですよ普段は何気やっさあ訓練って思うんですよでもいざとなった時にもう頭に入ってるっていうか体が覚えてる方が一番いいじゃないですかはい。いやこれは素晴らしいと思いますマジで、うん、こんにちはスンサーミーですこんにちはアンサービ言われてみればそうだ職場も家も海抜何メートルって気にしたことなかったかんえー、かっこ反省 でも何か災害があって家族がバラバラになったらみんな揃うまで沖縄市の休養高校前に12時に集まることって決めていますよ調べてもいないけど沖縄市では休養高校が一番高い場所になりそうだからああの辺高いかジャーグル登った上の方ですからねおはいありがとうございますうんこれも大事なことですね何かあった時の集合場所だってみんな普段はね なあめめ学校に行っていたり仕事していたりあの保護者にしても職場バラバラだったりするわけですからみんなバラバラですよねで携帯とかも使えなくなってしまった時にじゃあ12時にこっちに集まろうねってあこれははい非常に大事なことだと思いますこれははい皆さん一応いろいろ考えてますねはいコマーシャルですアカシアハルカジさんがなんかアプリで 標高調べるやつがあってラジオ機な一メートルちょっとやばいなって書いてますね <laughs> 低っ低っあらららそういうアプリもあるみたいですね思いのほか低かったなすぐやし1メートルにひぶさんこんにちは厚知らせる金太郎ですこんにちはアンサー B です自宅の目の前は海ですほう 自宅の周辺は平坦なので海抜は低いと思いますが何メートルかは分からないです11年前の東日本大震災で津波警報が出た時床上浸水をしてもおかしくない場所に家があるので両親に山に避難しようと言ったんですが全然動いてくれなくてやきもきした思い出があります、はあ、はい、はい厚知らする金太郎さんありがとうございますこれは11年前の時に要は東日本で起こった時に沖縄でも や海の前だから一応避難しようぜって漁師に言ったけど「いいん大丈夫よさ」っつって「ああ<ー>離れてるから大丈夫よ」つってうんさっきも言いましたけど「一応避難しといて何もなかったさ」で別に損はしないんでねああちゃまちゃまさん今日のアンケートをえ家の目の前の電柱に表示されているので知っていますでも海抜5 3ル言われても5 3ルが何メートルかイメージできないわけよ

もうこんな言われたら何て言うかいや5 3ルの高さて <laughs> 兵庫県からラジオネーム「思いやり t o o マッチさんこんにちはアンケート答えアプリで調べたことがありますやっぱみんなアプリ使ってますねいえ海抜8 6ルありました津波が来ることがあれば日本沈没の時とはいえ川の氾濫は過去にあったので決して油断はできませんが あ,あと地震の脅威は常にあるので災害には常に備えなければとは思っていますあ川があるのか近くにうん川もこう逆に上ってきたりもしますし、まあ、川はまた別に大雨降った時に氾濫とかしたりするんでね水の周りに住んでることは気をつけないといけないですよね、うん、はいありがとうございますさあでは皆さんのお誕生日をですね晩組化してからにお祝いしますよえっ、ー、とねチーム綾子左側担当フォレストオールですこんにちは ああそうそうそう,そう、えー、本日は八重瀬の味噌シフォンケーキ屋さんのようこお姉さんの誕生日ってよ LINE グループでつながってるけどなかなか会えなくて寂しいさ今度お店に寄りますねお誕生日おめでとうございますということではいめちゃくちゃ美味しいですこれね八重瀬の味噌シフォンケーキ屋さんのようこお姉さんお誕生日おめでとうございますはいポンコさんはいこんにちは 私事で恐縮ですが本日42歳になりました11年前から複雑な気持ちでこの日を迎えますが産んでくれた母と家族そしてこんな日におめでとうを送ってくれる皆さんへの感謝の気持ちを忘れずに今日も朝から携帯を忘れるというこんな自分としっかりと向き合い未知の世界にもたくさん足を突っ込んで人生を楽しみたいと思いますこんな私ですがこれからもよろしくお願いしますはいポンコさん まあ確かにね11年前から今日誕生日の方はちょっと変なかなっていうところはあるかなとは思いますけど誕生日はお誕生日ですのでねはいおめでとうございますでいいと思います42歳ね40代は楽しいですよはい遅くなりました昨日3月9日はおとといだなこれ、えー、ダンダンバ原の母恵美子お母さんの72歳の誕生日だったよヒープーさんから仮の運、うん、をお願いします えみこお母さんに昨日電話したら生涯現役で頑張るさって生き生きしてたよ健康で人生もっともっと楽しんでほしいさということではいだんだんばらはいつのいかあのお母さんえ美、ー、子お母さん72歳のお誕生日おめでとうございますはいでは3月11日そして週末お誕生日の皆さんまとめておめでとうございますはいハッピーバースデー <laughs> い週末お誕生日の皆さんの向こう1年間が絶対に健康でうんそしてデージ笑える楽しい1年になりますようにおめでとうございますこっち食べてくださいね肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよはい、はい、本日のアンケートあなたの自宅や職場は海抜何メートルかって把握してますか A が「はい」B が「いいえ」さっきねラジオきな1メートルって言ったんですけど明石家春風さんが「2.6」とか。 じゃないっつって言ってましたねで明石家はるかじさんだったかな誰かはツイッターであの県内の放送局コワンとかあっちくもじとかやってたんですよ一律みんな低いっすね大丈夫かって書いてましたけど <laughs> まあね海斑タイミング確かあるっちゃあるかな、うん、ヒープーこんにちはタンタンのままですこんにちは 自宅は海抜ゼロメーターですゼロメータータっていうのもあるんですよマイナスも確かありますよ、ね、そうそうそう海,海よりも低いっていうところ東京都江戸川区というところにあって江戸川区は全域水没します区から出ている避難指示も非常に怖いものです子どもたちの進学に合わせて来年の今頃には引っ越しを考えていますがとにかく何事も起きてほしくないですゼロか。 はい、淡々のママさんありがとうございますゼロということは例えば3 0ンチの津波が来ても3 0ンチは水に浸かるっていうことですよね単純な計算でねうわ怖いですね、えー、何事も起こらなければいいですけど本当にね今週もお疲れ様でした倉八でございますこんにちは昨日の夜勤終了後車中泊をして ウルマルマシェがアクのを待ち伏せしてやっとのことで「ゲットをタームジューシー買いました」安心な相当気合入れて買ったなむちゃくちゃ美味しかったでしょああ僕世界一美味しいタームジューシーと思ってますけどアンサー B ですいや B でしたさっき Twitter でアンケートを見た後に家までの電柱を確認しながら帰っていたらアパートの前に貼ってあるではありませんかもう忘れませんよ近所の少し上ったところは青い張り紙 アパートの前は黄色いやいや危険ということでしょうかちょっと調べてみます聞いててよかった T ィーサージですねそれで最後まで読んだ頑張ってくださいはいアパートの前の表示は13メートルということで避難場所290メートル左って書いてますねちゃんとね書いてますねはいちなみにですね赤黄青の表示があるんですが赤が5メートル以下 速やかに避難する地域と、それは5メートル以下ですからね。黄色、海抜6メートル以上19メートル以下、まあ平均して15メーターと書いてますね、えー。警報、注意報発令時には避難してくださいと。はい。して海抜20メートル以上、まあ表示には25メートルと書いてありますが、このここは必要に応じて避難ということで。はい。赤、青、黄の意味はそういうことですね。うーん。 赤だなラジオ機な <laughs> まあまあ赤だなああはい皆様こんにちはショッカー戦闘員バ、no. ー1 9 2 3ですこんにちは近所の電柱に書いてあるので分かりますの絵です海の近くなので海抜1 5メートルと低いです11年前のあの時は職場の33階の会議室にいました立っていられない揺れで壁を伝わりながら 床を這いながら移動しましたよ高層ビルの構造上なかなか揺れが収まらず20分以上ぐるぐる回るように揺れ続けていました本震の30分後ぐらいに大きな余震が来てビルの軋む音が聞こえいろんなものが倒れたり落ちたりする音の恐ろしいこと音が恐怖心を倍増するものです高層界は恐ろしいと学びましたではでは体験というか経験されたわけですね あはい、ショッカー戦闘員さんナンバー1923ありがとうございます33階相当でかいビルだな,なんねショッカーの本部でしょうねうわあこれまあ、まあ、冗談抜きで聞いたことありますよ要上がずっと揺れるっていうこうしなってからで下が動くよりも上の方が動くじゃないですかしなると。 なかなか揺れが収まらないって聞いたことあるんですよ。怖いな。三十三回っていうだけでも、窓から見た景色怖いのに。揺れてるんでしょう。うわうわわわ。はい。ありがとうございます。なんか聞いたんですよ。あの、内地は結構地震が。ちょいちょいあるから。三ぐらいで、あんまり驚かないって言ってたんですよ。沖縄大パニックだよね。三だったんね。終わったや。 一でもちょっと、おいおいおって言って、二の時も、もう終わりやらんがやと思うぐらい多分や。三で、は別に何も、人、何も。ノーリアクションですよ。すごいっすよね。ーヒープさん、週末にもかかわらず、かっこいいですね。お前指です。はい、ありがとうございます。<laughs> 早速、今日のアンケート B.。気にしたことないです。沖縄に帰る時にしか、海を見ることができない。そう。ここは埼玉。海なし県と言われている埼玉です。 以前東京の江戸川区に住んでいた時は駅前のロータリーに「海抜ゼロメートル」と書かれた看板があって地震がたたたらすぐに危ないないいと思っってままししねねさっきもありましたね江戸川区11年前のあの日夕飯の準備でお味噌汁を作っていたら突然の揺れ慌ててガス台から鍋を下ろし倒れそうになるテレビを抑えながら主人に電話するもつながらず不安で近くの小学校に避難するも門を開けてもらえず1人で怖すぎる体験でした。 海抜なんて考えたことなかったことを考えさせてくれて、さすがティーサージですね。ありがとうございます。で今日も楽しく聞かせてもらいますね。はい、お前、恵ビさん、はい、ありがとうございます。そうか、埼玉海に面してないのか、そういうことなんですね。うーん。やっぱ内地にいる方はまあ、東京ぐらいに住んでる方はもう思いっきり経験してますね。揺れをあの時のは,<ー>はい。ありがとうございます。 こんにちは鮎太郎ですこんにちは早速アンケートを我が家の海抜は1 1ルだよ情報によっては近くの高台に逃げるつもりだよ東日本震災の時は神奈川県にいたからあの地震の強さは忘れられないよ昔グラウンドで座って休んでいたら向かってる場所がかけろうのように見えてそのかけろうが近づいてきたら地面が揺れたよ地面の地震の揺れって波のように向かってくるんだねそれでは最後まで頑張ってなんだこれ はい鮎太郎さんありがとうございます。広いところで座って地面を見ていたらかけろうみたいにゆらゆらゆらっていうのがだんだん近づいてきてそれが地震の波ってことなのかな揺れてるからってことえー、マジであららららはいありがとうございます。いやー まあ、地震もそうですし津波とかもそうですし火山とかもそうですけど自然の力の恐ろしさというか大きさっていうのは本当に人間が上位かなうかやって思いますねどんなに科学が発展してもって思いますよねなんか刺激金ですはいこんにちはアンサー A です仕事で等高線引いたり 断面図を作ったりするのでこれ懐かしくない等高線ってチリの時間に慣れましたよね同じ高さのところ線に結ぶここ 100m ですはい次1 1 0メートル1 2 0メートルつってねはいはい絶えず自分が仕事をしている場所には計測機材があり海抜を測っています 先月は事務所のある場所が海抜20メートル現場は山の中で海抜120メートルだったので高低差100メートルを毎日何往復もしていましたねおかげで美味しい空気を吸って足腰が鍛えられて毎日ビールがうまかったですどうですかヒープさんの山一つ測量してみましょうか、うん、おいくら万円でしょうかね測量ねえこれ <laughs> 相当かかりそうだな <laughs> はいありがとうございます歩いてってこと 事務所のある場所からそういうことか測量現場まで高低差 100m とは定型だな飯島の絵も何 m でしたっけ 100m ないよね多分あの階段登るちょっさーとあたやことやあんな感じのものを毎日やってるってことですよねすごいこれはすごい「ヒブニーにこんにちは石川のマドンナです」っつって「はいこんにちは」 アンケートを A 職場目の前が海なので海抜 2m 毎日癒されるなあ綺麗だなあって見てる海が恐怖になるのは想像ができないなニュースで見る3.11映像を見ると心が痛い自然災害海は悪くないやっぱ人間は地球に住まわせてもらっている立場最近家族みんなで海ボランティア清掃してきましたよ数時間の清掃だったのにゴミの量にびっくり 沖縄は海に囲まれているから怖いことばっかりではないし綺麗な海がこれからも続きますようにみんなができることからたまには真面目にではでは時間までファイトです、うん、素晴らしい素晴らしい活動ですよ、はい、石川のマドンナさんありがとうございますそうなんですよ海は決して悪くないですよねうんたくさんの恩恵ももたらしているわけです普段はもう恩恵ばっかりだからね で海使ってみんな遊ぶしね。海見てるだけでも癒されますし。ただやっぱり自然の力っていうのは。ものすごいものがあるなという。ことですよね。海掃除な。そうだな。やった方がいいな。どっかの高校生が。おじいちゃんになっても釣りしたいっつってからに一生懸命掃除してるじゃないですか。あんなもう大人見習った方がいいですよ、本当にね。うん、もの本当に僕も釣り好きなんで言いますけど。ゴミ捨てて帰る釣りさ、さ本当にもう釣りする資格ないと思うよ、マジで。なんやったら。 あの来た時よりも綺麗にっていうぐらいのテンションでやらんともうどん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 来てなくなっていくと思うよやっぱりはいこんにちはヘビ男ですこんにちはアンサー B です海抜何メーターかは分かりませんが霧が出るぐらい高台にあるので津波は大丈夫だと思います高台だけどピザの宅配はちゃんと届いてますよ <laughs> これ小刻みのモーリーが言ってたやつだな <laughs> うちが怖いのは津波よりもむしろ台風ですね台風対策もなかなか難儀ですがしっかりやっていますよ あれから十一年、僕的にはあっという間でしたが、あの日のまま時間が止まっているという方もいらっしゃるんですよね。どう声かけしていいか正直わかりませんが、募金など自分ができることはやろうと思ってますよ。冷やめかち東北。はい。新座扉ほどではないって書いてますね。高高高台にあるってことね。<laughs> はい。ありがとうございます。モーリーが言ってたな。ピザ屋たこやたのなら新座扉の下までは来るっていう。 宅配じゃないし、じゃあ <laughs> 待ち合わせやし。<laughs> はい。うーん、そうですね。十年過ぎて、あの政府のね、指揮というのももうなくなっているわけですよ。だから今もう各都道府県とか市町村とかでやってんのかな。やらないところもあるみたいですね。うん、なので、まあ僕らが何できるかなっていうところもあるんですが、復興している場所を応援するという意味では、まあ、今コロナであれなんですけど、そこに行ったりとか。 そこのお土産を買ったりとかっていうのもあそこの経済を回す一つのいい大事な作戦かなとも思いますし何よりも僕は足を運んで見てほしいなと思いますねこんなだったのかといやまだ全然進んでないじゃんとかあだいぶ進んでるねとかそういう現状をね見てほしいなと思ったりしますけどねはい MISIA、はい、で「明日へ」という曲をねラジオから浴び出しましたけどもねうん素敵な曲ですねはい。 あとね、伊 <laughs> 島タッチュー百七十二って書いてあったな <laughs>。結構高い。赤城、春日さん、はい。結構高いですね。思ってたより高い。イーチャーするもんねあれ。上まで登るとマジで筋肉痛とかなるんだよな <laughs>。<laughs> こんにちはイブさん。私も匿名です。はいどうぞ。えー、私も自分の怪罰調べたことないですが。 子供たちは学校や保育園で避難訓練の練習をするときにいろんなことを教えてもらうので海抜の標識を見つけるたびにああここ何メートルだと叫び安全かどうかを判定していますやっぱ子供の方が偉いな私たちは地震などの自然災害が起きたときそれぞれが学校や仕事でバラバラだったらその時は串川中学校の体育館で集合と子供たちとは話し合っていますただ私は看護師なので 救助活動に参加することもありえるのでお母さんが来ないこともあると定期的に伝えています災害などは起こらない方がいいですが事前に知って避けられないことなのできちんとした情報収集や準備は必要ですねちなみにシネマグしか懐かしいですね私は幼稚園の時に初めて映画館に行き南極物語を見ましたあの時はピザ屋もあったし懐かしいですねではではまたはいそうそうそうなんですよ私も匿名さんありがとうございます お仕事が看護師をされているということなのでもし何か起こった場合は一番忙しくなるかもしれないですねはい、そういうこともまあお子さんに伝えてあるということでうん、お母さんは素晴らしい仕事をしているんだよとね。はい。お久しぶりですそそる名前の女子ですおい久しぶりですねこんにちはアンケート A ですね、えー、多分海抜82メートルだったはずと思っていましたが息を切らしてハーハーしながら確,し確認しに行ってきました 自宅のすぐ下の保育園のそばの電信柱に7 6ルと書いてありました我が家は保育園よりも1 0ルぐらい高台にあるのでもう少し高いかと思っていますまた家の前に市町村の防災広場があるし小学校もあるので何かあったらそこに集まることに決めていますが我が家には猫4匹と犬1匹がいるので母さんがその防災広場にいなければ自宅にいるって言ってあります私には猫も家族です 見捨てられないです。人間の防災用品に加えて、犬猫の餌や水、ペット用の移動ケースや散歩用品なども防災用品に加えてあります。じゃあまたね、バイバイ。うんはい。いやいやおっしゃる通りですよ。これはもうペットも家族ですよ。はい。もちろん連れて行けるんだったら連れて行った方がいいと思いますよ。うん、あのまあペットではないんですけどあのこの震災のあれでな。 牛とか馬飼ってるとかもうそのままにして逃げないといけないっていうのがめちゃくちゃつらかったってやっぱ言ってたんですよねうんはい,い沖縄の皆さん富士山の麓からこんにちは三郎の母ですこんにちはアンサー B です私は海抜1 0 0 0メートルに住んでますお<ー>富士山1合目ですへえ<ー>今度息子が三重県ですが海の近くに就職します 富士山のそば育ちなので津波というか海の恐怖が全くないです沖縄は綺麗な海しかイメージがないですでもその反面津波の脅威山間とは違う防災意識が必要ですねそうか山で育った人にあんまりピンとこないのかはいサブローの母さんどうもありがとうございましたまた山々のあれがあるんですよねなだれとか崖崩れとかあるんですよね 気をつけないといけないやつがね。はい、ありがとうございます。やっぱり海でも山でも自然の力はすごいですよ。こんにちはコーヒー沼です。こんにちは。アンサー A。気仙沼の義理の実家からは実家は海から2キロ離れていますが、3.11の日は目の前の川には漁船が上がってきて、津波は隣の家まで迫ってきたと話しています。もちろん海抜ゼロ。 震災を経験した義父母は海から離れていようが油断は禁物だよすぐ高いと,ところに逃げてようと常々教えてくれるので私たちの住まいのある渋谷は海抜3 0メーターですが近くには川もあるため万が一の時に備え災害マップや避難時のおののの動きは常に相談しています。子子もももたち生生ままれれ守るものがあ子 守るものが増えたから、この時期は防災バッグの中身チェックをする人決めて余計に意識しています。うん、友人の話っていうタイトルなんですけど、波が引いた後自宅に戻ると2階の自分のベッドにヒラメがいたそう。マジで。ええー。2階までやっぱ来たんだ。まあそうだよな。 さんんは横浜から25ですすこんにちは防災管理者の資格を持つ私が通りますよ周辺で火災の発生がなかったり自宅が十分な標高にあったりして差し迫った危険がなければ避難所などには行かずに自宅に避難するという手段もありますよ大規模災害時は避難所には多くの人が殺到するので停電や断水などの条件は一緒なのであれば食べ物や水の備蓄のある自宅で数日過ごすっていうのもありなんです 災害発生イコール避難所へ避難ではない考え方も必要だと思います。なるほど。一律にということではなくてとケースバイケースだということですね。はい。横浜からブニチゴさんありがとうございます。うんあのそのためにだからあのー、なんだ湯船に水貯めようとか何日か分のねっていうことがあるわけですからね、うん。はい。火事があった場合はもう絶対避難しないといけないですね。近くでね。 ああそれはそうだと思いますす、はい、皆さんこんこにちは京都市の静香ですこんにちはアンサー、B、というのは今住んでいるところは海から数十キロ離れているのでそもそも海抜の概念がないと思いますとはいえ川や水路に逆流してくる可能性もあります市のホームページに載っている水害ハザードマップで確認したら浸水は想定されていない地域でしたちょっと安心しました実は両親が「 海のすぐそば海抜ゼロメートルに住んでいますがほとんどリスクがない地域でした地理的条件などもあるようです皆さんも一度確認することをお勧めします島国で火山列島に住むものとして地震や津波は避けられないものです自分の暮らす土地を知り過去の災害に学び一人でも多くの人がリスクを減らす方向に動いてほしい元被災者からのお願いですはい、えー。京都市の静香さんありがとうございます 阪神淡路大震災もありましたからあの辺の地方はねうんあれが起こった時もまあまあ衝撃でしたよ高速道路っていうかあのね下駄入ってる道が全部倒れてしまって本当ねあのウルトラマンが怪獣が壊したみたいな街になってたんですよあれよりもまたすごいやつが来るというねうん一回来たから大丈夫じゃないっていうことを ほんとね,本当ねはいじゃあコマーシャルですショッカー戦闘員さんツイッターでちなみにショッカーは三陸に漁船を数隻移動図書館やパソコンを寄贈したりしました我々戦闘員も定期的に現地で砂利運びなどの力仕事をしました漁師さんがめっちゃおいしいものを食べさせてくれましためちゃくちゃめちゃくちゃ優しいやしショッカー人々のためになってるやし えマジでショッカーさん何の仕事してんのかなすごいなええー、日月あおさん日舞さんこんにちはぷかぷかお邪魔しますはいどうぞあの日も晴れていたなあと思い返していますさて本日のアンケートアンサーは恥ずかしながらの B 自宅からは目線の下に海が見えて職場は内陸今の部屋に引っ越す際には高台であることもポイントにしていたはずでしたが完全にそれで安心してましたいかんなということで調べました 職場はだいたい 50m 自宅に立っては1 0 0メートルぐらいはあるみたいですまあそれでも油断は禁物ですね職業柄災害時には招集されることも予想されるので改めて防災について考えたいと思います <laughs> はい日付青さん割とはい両方とも高い感じですねうんこんにちは C ですはいこんにちはアンケートの答え A です長野住みなので海抜高いです長野県にお住みはい 私の住んでいるあたりは500メートルぐらいはあるようですこれだけ高いと紫外線もきつく体感でも沖縄よりジリジリする気がします外の仕事なのでこれからの季節大変です今日も風は冷たいのに日出りがすごい日焼け止めを塗り直して昼からも頑張りますヒープさんも時間まで頑張ってねあんなにな沖縄より暑ついはい、シンさんありがとうございます500メートル変わったらこんなに変わるか まあまあ太陽に近いからね。うん、こんにちは。名古屋の野中です。こんにちは。アンサーへ町内会長やったり、学童の役員をやったりしているので、自宅周辺の主だったところは把握してますよ。自宅や実家はだいたい20メートル避難時になる。小学ん避難場所かなになる。小学校は23メートル、もう一つの避難場所で少年野球をやるグランドは13メートルです。 自分は割と出張があるのでよく行く先で被災した場合の対応も備えなくちゃいけませんねああそうかはい名古屋の野中さんありがとうございます普段使ってるとこだけじゃなくて俺出,し出,出張があるから出張先でもちゃんとチェックしてるってことですかうわすごいね確かにそうだよね 普段いるところじゃない全く知らないところったらこ,こ,ここは何メートルだってれば海の海近いば遠い場もわからんみたいなね時あるからねあ<ー>やっぱ意識高いですねはい。さあじゃあ一曲行き,ま行,き行きましょうかね南部の帰国師女さんからのリクエストしおりでスマイル入りましたティーサージパラダイス昼にボケとこう さあやってきましたよ昼ボケのコーナーということで今日もね一番面白いベストオーギリスト決めますよ。はいお題ああこれいいお題なんだよな「勝訴!」と思ったら違った裁判所から出てきた人が見せた文字とはと、はいうことですねじゃあいきますか1、はい、発目ラジオネームひなひかパパさんの「勝訴!」と思ったら違った裁判所から出てきた人が持っていた文字とは 頭上に注意なんか落ちてくるわおつ、えー、ってみんないっぺんに上見るっていうね嘘さっつってでイライラーするこの人 <laughs> タ,タタタタバッ頭上に注意は嘘さーつってねついって <laughs> <laughs> あーあ噛んじゃった続きまして名言武蔵さんの「勝訴と思ったら違った裁判所から出てきた人が見せた文字とは?」。 カオス仲がねもうすごいことなってるよっつってあの浮気した浮気してないのね裁判でもうすごいことなってるよって「デジみたいな動画で見たいな殴り合ってるよっつって、ね、<laughs> めっちゃ見たいな」続きまして石垣島のヨッシーさんの「勝訴と思ったら違った裁判所から出てきた人が見せた文字とは 学編これあれでしたっけねじゃーんじゃーんじゃんじゃかじゃん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 ですよね中で何やってるば続きまして野良犬さんの勝訴と思ったら違った裁判所から出てきた人が見せた文字とは課金して誰に誰がどっちかに 買って欲しい方にうわなんか嫌なシステムだな課金が多い方が勝つばうわなんか今時 <laughs> <laughs> 続きまして言うなパパさんの「勝訴と思ったら違った」裁判所から出てきた人が見せた文字とは <music> 裁判長の桜吹雪が出たおおいいですね死に昔のやり方してるな。 うるせえいっつってバン「うわっお前は!」みたいな <laughs> 昔のやり方してるなはいマッツンさんの「調査と思ったら違った」裁判所から出てきた人が見せた文字「とは」「<music> 中におならしたやつがいて死にくさい」うん「言ってもいいけど知りたいのこれじゃないわけよ」今日ねえ 長いよしてあのもうなんか長い紙に書いてるなあの四角のやつじゃなくて <laughs> うちなポイントおじさんの「勝訴と思ったら違った」裁判所から出てきた人が見せた文字とは若これの裁判だったの中は。おー まあこれ嬉しいニュースですよね言ったらお母さんとも和解してほしいですけどねいろいろ <laughs> はいアギジェさんの「勝訴と思ったら違った」裁判所から出てきた人が見せた文字とは「冒険 <music> 注意」中にねドーベルマンがいるからねうんなんでドーベルマンがいるの <laughs> ラスト オレンジ団地さんの勝訴と思ってよく見たら裁判所から出てきて見せた文字とはあの視力検査の C っていうやつですね。な、は、ん、い、て言ったらええわこれ読む時えっとね右のやつですね右です右、はい。これちょっと面白いな見えない人いますこれ えっとね、あ1000に並んで1000に並んではい記者の皆さんこれ見えますこれ0.2ですねじゃあっていうねやつですね <laughs> はいでそいました <laughs> さあじゃあですね本日のベストオギリストは CM の後と発表しますのでコマーシャルはい。 さあじゃあまず今日の分のねベストおぎリスト決めたいと思いますよ少々と思ったら違った裁判所から出てきた人が見せた文字は何、はい。言うなパパさん桜吹雪出たうるぜーい <laughs> この桜吹雪に見覚えねえのがてめえら、ね、え <laughs> 金さんみたいなね <laughs> お前がやってんの見てたんだよこの野郎つってねえ。はい。かっこいい <laughs> 恥かかせやがってって言うんですよねああそうそう <laughs> うちなポイントおじさん若たか若いおーよかったってなるっていうね裁判沙汰かね仲良くしてほしいですねはい今日一応ですねオレンジの味さんですえっとあの視力検査の C っていう字ですね右 <laughs> 大きいのがだんだんちっちゃくなっていって一番下に「勝訴」とか書いてあったりしてね「2.0」の人しか見えないっていう勝訴ね面白いですよねはいえー、今週もですね非常に、あのー、力作ぞろいですよ「極悪善人会15番目の男さん半額」<laughs> <laughs> 何が 賠償金が遺写料が料何が半額ですかねリアルガチャピンさん「尿素」ね聞き間違ったんでしょうねこの出す人がね「小素ですよ」って言われて「あ分かったえっと小えどんな字かなあこれだ」って書いたのが尿素だったっていうね「フラーやなんでここで働いてる場や」<laughs> <laughs> チュラさん「満車」<laughs>。 いやいや若とオンバーよ大いいんなとこ止められないよみんな関係者しか止められないようんボリリンさんどなたかハンマー持ってませんかこれあのゴンゴンってや,やつがないからいつまでも判決が出せないっていう <laughs> あれないよあれえいやっとっていくわやつってあ、どこにあるんですかねそう今回いいよっつってあれハンマーじゃないし <laughs> <laughs> あれがないからいつまでも判決が出せないっていうね、うん。シンプルなのがやっぱ面白いんだよな。はい。今日これです。今週これです。リアルガチャピンさん尿素。<laughs> <laughs> 死に死にフラ。みんな緊張感ある中タッ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 走ってきてバッ尿素。パシャ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 。全国ネットでなんかリンダは恥かさなれ。<laughs> はいおめでとうございますいいですねこんなバカバカしいのいいですよねあはいさあじゃあアンケート戻りまして皆さんこんにちは東京都練馬区のゆうなパパですよろしくお願いしますはいどうぞ、えー、今日のアンサーは、A、海抜と海からの距離は調べていますよ我が家は海抜40メートルで海からも20キロぐらい離れています20キロか結構離れてますね 勤め先は海抜5メートルで海から4キロぐらいの距離東京湾で津波が起きたら怖いです11年前地震で電車がほとんど運転を見合わせやむなく勤め先で一晩沸かしました今は娘もいて共働きなので帰宅が必須なので年に一度ルート確認を兼ねて3時間ちょっと1 6キロの距離を歩いて帰宅しています練習というか予行練習というかそういうことすごいね。 革靴で長距離を歩くのは予想像以上にきついです。私の父と義理の母が福島出身で、内陸部にある父の実家は石造りの蔵が倒壊。沿岸部にある義理の母の実家は目の前の田んぼまで津波が押し寄せましたし、いとこの家は津波に流されました。福島は原発事故のこともあります。福島にルーツを持つ者として、ぜひ福島のものを手にして応援していただきたいです。よろしくお願いします。 それでは今日は生で聞きましょうね。はい。ユウナパパさんのタイトルがいいですね。物以外の備えも大切です。一回歩いてみるとかね。うん、はい。そうかユウナパパさんはルーツが福島にあるのか。だからやっぱり福島のものを食べたり飲んだり場所に行ったりするっていうことがちょっとでもね福島の方の応援になったりしたらいいなと思いますね。うん、はい。ありがとうございます。 我がルーツ我が故郷ですからね、うん、ラジオネーム元部長の元部長ですはいこんにちはアンサー B 知りませんでしたさっき急いで調べたら18メートルでした最近やりすぎ工事のミスター都市伝説の関さんの話や都市直下型地震や南海トラフ地震の話を時々報道番組で目にすることが増えてる気がして防災に関して以前よりは関心を持つようになったつもりでした 東日本大震災や阪神・淡路大震災のニュースを目にするたんびに我が家も何かしなきゃと思う反面行動に移せていませんありがとう T サージありがとうヒープーさんあこんな方多いと思いますよやっぱりはい元部長の元部長さんありがとうございますだからまあ3.11もそうですし阪神・淡路大震災の時もそうですし っと防災の日とかもそうなんですけどああいうのやるとあ何かやらんとなとその日は思うんだけど明日かからまた忘れるとかねで何かいつかこれを繰り返して忘れた忘れたを繰り返している時にまた実際に災害が起こったりしてやっとけばよかったなって思っても遅いからなと思いますね。う